姉様。姉様、ちょっと来て。もうリース、どこに行ってたの？お買い物を済ませたら店の中にいないんだもの。姉さん驚いちゃったわ。向こうの屋台で美味しそうな匂いがしたから。それよりも変なのを見つけたの。変なの？まあ、行き倒れ？それとも食い倒れ？多分食い倒れじゃないと思うけど。でもよくそんな言葉を知ってるわね。それよりも、ねえ君、私たちの声聞こえる？よかった、ちゃんと起きているみたいね。どうしたの？こんなところに座り込んで。お腹空いてるのかも。あんまりすくと喋る元気も出ないし。なるほど、リースが言うと説得力あるわね。それじゃあとっておきを出そうかしら。クイーンシーベルのチョコレート、さっきリースのおやつに買っておいたんだけど、いいかな？おぉ、いい子ね。ねえ、よかったら食べて。甘くてとっても美味しいよ。クイーンシーのは最高。値段と味のコストパフォーマンスが一番だと思う。だ、そうよ。甘いものは体も温まるし、遠慮しなくていいから。るっさいわ。え？あ、さっきからうるさい言うとんのよ。とっとと消えろ。頼むから俺。姉様。うん、なるほどね。そんな風に連れなくされたら私だって考えがあるわよ。こんなものかしら。何すんねん、いきなり。よかった。やっぱり甘いものは元気が出るでしょ。元気出たんやない、ぶったまげただけや。いきなりこんな地上か、あんた。あら、リースといい、最近の子供は難しい言葉を知ってるのね。日曜学校で教わる言葉じゃないと思うんだけど。姉様、
そういう問題？そうや、そういう問題とちゃうわ。ってあんたらの格好。自己紹介がまだだったわね。私の名前はルフィナ、ルフィナ・アルジェントよ。この子は妹のリース。あなたの名前も教えてもらえないかな？ケビン、ケビン、聞いているの？あ、すまんすまん、ちょっとぼーっとしてたわ。大丈夫？無理もない。ここに来てからあまりにもいろいろな出来事があったからな。少し休んだ方がいいんじゃないですか？心配いらへんて。とりあえずここらで一旦情報の整理をしとこうって話やったな。うん、そうだけど。あの黒騎士という男、思っていた以上に多くの情報を我々にもたらしてくれた。まずは我々がいるこの異空間の名前だが、ファンタズマ。あの黒いお兄さん、そんな風に言ってましたね。ああ、なかなか思わせぶりな名前や。ただ七王教会の伝承から取ったわけではなさそうやな。うん、聞いたことのない言葉かも。それから王という存在。ああ、察するにそいつが今回の一件を仕掛けた黒幕ってことなんやろ。ずいぶん俺たちのことを嗅ぎ回っているみたいやけど。そういえばあの男、気になることを言っていたな。リース殿の姉がどうとか。すまない、立ち入るつもりはなかったんだが。いや、確かに私には姉が一人いました。ルフィナ・アルジェント、私たちと同じく聖杯騎士だった人間です。リース、過去形ということはすでに。ええ、騎士団の任務中に殉職しました。5年ほど前のことです。そうだったのか。しかしどうしてあの男がそのルフィナ殿のことを。わかりません。姉がどんな仕事をしていたのか私は知りませんでしたから。ケビンはどう？すまん、俺にも見当がつかへん。ただルフィナ姉さんはとんでもなく優秀な騎士やった。腕前もそうやけど、その判断力、交渉力を買われていくつもの事件に関わったはずや。あの男もそういった事件で姉さんと知り合ったのかもしれん。そう、いずれにせよ現時点でははっきりしないということか。すまない、結果的に立ち入ったことを聞いてしまったようだ。いや、気にせんとってください。いずれにせよ
敵が俺たちの出方を伺っているのは確かみたいや。この先はこれまで以上に注意する必要があるでしょうな。ああ、そうだな。よし、それではそろそろ探索を再開しようか。あの黒いお兄さんが現れた場所のさらに先に行くんですよね。ああ、階段の向こうに新しい転移陣があったみたいや。準備が済んだら宝石を使ってもう一度あの場所に行くとしよう。Thank you.
これが出口？いや、次への入り口か。拠点にあった魔法陣と同じ形をしてますね。この先はまた別の場所につながっているということ？おそらくな。覚悟を決めてから中に入った方が良さそうや。